お疲れ様です。今回は海外で放送中止の危機に直面している日本のアニメについてお送りします。日本を代表する世界的人気漫画ドラゴンボール、ワンピースやナルトと並んで、海外の人が日本のアニメを語る上で欠かせない作品となっています。今そんなドラゴンボールがスペインのバレンシアで放送中止の危機に直面しているようです。その理由や現地の方の反応を詳しく見ていきましょう。1984年に週刊少年ジャンプで連載が始まった世界的な人気を誇る作品ドラゴンボール、単行本の発行部数は完全版を含み国内で1億6000万部以上、全世界累計で2億6000万部を記録しており、アニメもこれまでに全世界80カ国以上で放送されました。2019年時点でアニメ、ゲーム、漫画などを含めた総売上は230億ドル、約2兆5000億円に達するとされています。そんなドラゴンボールがスペイン・バレンシアで放送禁止の危機に直面していると複数の現地紙が伝えています。その理由として、同国で最多の発行部数を誇るエル・パイス紙は女性を差別するような描写が含まれているためだと指摘。ドラゴンボールには以前から暴力的だという批判があったが、近年は作中に散見される女性差別的な描写に対して批判の声が高まるようになっており、そのことを受けてバレンシアの公共放送局が放送の見送りを決めたと説明しています。この報道に対しスペイン人からは呆れと落胆の声が殺到しています。その一部をご紹介しますのでご覧ください。私たちスペイン人はみんなドラゴンボールを見て育った。社会にとって危険な存在だったことは一度だってないよ。個人的にはどのシーンを指してるのか全くわからない。フリーザ編、セル編、マジンブー編、ドラゴンボールに出てくる女性キャラクターってみんなすごく強い存在として描かれてるのにね。でもドラゴンボールは確かに暴力的だし、際どい描写も多いよね。よくよく考えてみると子供には適してないかも。90年代の若者たちに多くの共通の話題を作った。それはドラゴンボールの大きな功績だと思う。だけど日本の他の漫画にも言えることだけど、刺激的な内容が多すぎるよ。漫画でも政治的な話題をやるつもり？文句を言ってる人たちが何に怒ってるのか全くわからん。ブルマはドラゴンボールのアイコンといえる存在だし、地球上で最も高い知能を持つ女性という設定だ。しかもベジータでさえ逆らえないし、悟空とベジータは最強の男たちだけど、どっちも奥さんには逆らえないもんね。ドラゴンボールはあらゆる面で女性を尊重してると私は思うよ。確かにドラゴンボールの女性キャラはみんな男性キャラよりも強いな。ベジータは人造人間18号にズタズタにされたし、まあでも実際亀のジジイはちょっとひどかったな。シンプソンズの方が問題のある描写が多いけど、普通に子供向けとして放送されてるよね。メキシコ出身だけど俺もドラゴンボールが大好きだ。多くの人の子供時代を彩ってくれた作品が女性のキャラクターが尊重されてないという理由で放送されなくなっちゃうのは不公平だと思う。フェミニズムは社会にとって悪影響だ。いやいや、フェミニズム自体は悪くないでしょ。何も問題ないよ。本当のがんはフェミニズムを装った威嚇行為、こういう検閲まがいのことが行われるから、
誰もテレビなんて見なくなっちゃうんだろうに。スペイン人はドラゴンボールと一緒に育った。だから考え方がマッチョすぎると言うわけなんだろうか。それで今はくだらない番組しかやってないのか。バレンシアの子供たちはかわいそうだ。この名作を子供時代に見ることなく成長するなんて、こういうことをやってるからテレビはダメなんだよ。ちなみに人造人間18号は俺の初恋相手だった。もうやだこの国。まさかここまで愚かになっていたとは。自分はドラゴンボールと共に成長したけど、女性差別的な人間にはなってない。それは確実だ。娘と息子に対して完全に平等に接してるよ。いかがでしたか。今回はスペインで放送が見送りになったドラゴンボールについて紹介しました。何十年も前に作られたアニメだからこそ、現代の価値観と合わない部分が出てくるのは当たり前のことかもしれません。しかしだからといって放送中止になるのは寂しいですよね。該当の部分のみをカットしたり、現代版にリメイクしたり、価値観の変化とともに技術の進化も目覚ましい時代なので、昔の素晴らしい作品を後世に生き続けることができる方法を考えていきたいところです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。次回またお会いしましょう。